ヘアさんのここと、まあ、何か所かあって隣でほどいてもらってて、そう、それで写真撮ろうぜってなって写真撮って爆発ヘアをあの皆さんにお届けしました。ボンバーって感じでした。本当になんか画面がオレンジ、こっちの方が白っぽいかあのね、もう今日自分で髪の毛のゴムが取れなくて、それぐらいめっちゃきつく今日縛ってもらってて、そう、今日めっちゃ縛るねって言われて、そう、しかも2回縛ったんですよ、もう頭なので、すっごいもうギューってやってたから自分で取れなくて、でヘアさんも手では取れなくて、そう、櫛を使って櫛の先端でカチャって取っていただいて、そうなんですよ。てか、 なんかあれまだ爆発してたじゃないですか、ミリニアとの。もっと本当は爆発してて、ちょっと一回こうやってやってしまって、一回ちょっとまだ整えた後だったんですよ。それだからもっと本当は爆発してます。開放感めっちゃ幸せです。最近の幸せはポニーテールを解放させた時です。そう、今日は瀬戸りが結構激しめでしたね。前半激しめ、後半可愛い系アイドル系って感じでした。ということです。ということで髪の毛の話は置いといて、 TIFF オンライン2020、皆さん、ファンの皆さんも本当にありがとうございました。お疲れ様でした。イコールラブは2日と4日の2日間出演させていただいて、まあ、昨日はね、あのイコラブは出てないんですけど、3日間本当にお疲れ様でした。いや、これは本当にアイドル、いろんなどのアイドルさんもだし、周りのスタッフの皆さん、 TIFF の運営の皆さんだったり、そう、たくさんの方、そしてファンの皆さん、オンラインでも応援してくださったファンの皆さんの力でですね、3日間こうやってこういう形でも無事に終わることができたことはお疲れ様でした。なんか TIFF はあれなんですよね。あれ、あ、あった、これは4日のやつですね。2日のは持ってないんですけど、今日のやつです。これは今日紫だった、パスが。今日紫のパスでした。なので私の思い出のパスの方に収納しておきたいと思います。コレクションに追加。そう、今日のねステージはちょっと皆さんといろいろと話したいなって思ってます。はい、いやー、 TIFF については今日は語っていきたいなって思ってるんですけど、今日のイコラブのステージは皆さんどうでしたか？どうでしたか？そう、衣装豪華なやつでした。今日は攻めたセットリスト、え、マジでイラつい、イラついから手遅れからの、カメオからのズルズルだったんですけど、マジでこの4曲やばかった。しかも長袖でもうやばかった。昨日よりもなんか暑かったんですよ。風とかがやっぱないからか、室内だからなのか、照明とかも結構あったからなのか、ちょっとわかんないんですけど、昨日よりもめちゃめちゃ暑くて、しかも衣装も昨日よりみんな全然暑い衣装着てるからっていうのもあると思うんですけど、もう本当に暑かったです。やばかった。もうみんなの前髪とか汗が尋常じゃなくてなんか今まで最近では一番汗かいたかなっていうぐらい
汗をかいた気がします。もう本当にやばかった。前髪なかったもん。まだこれでもマシになった方ですよ、前髪。そう、とっても暑かったです。テロップ過去。台湾らしい瀬戸利。おお、今回のね、ティフ全部ノエミーちゃんもイコラブもシアラさんがとかね、考えてくださってて、瀬戸利はね結構毎回シアラさんとかティフとかは特に。 TIF ありがとうございました。30分があっという間だった。でもなんか昨日ショールームのコメントかなんかで、なんか明日はイラついから始まってかっこいい系で攻めそうみたいなコメント私見たんですよ。だからおすっごいこの方って思って、めっちゃピンポーンって言おうとしちゃった言わないけど、めっちゃコメントでそれがあったのでピンポーンって思いました。そうだからなんか預言者が一人いたからすごかったよ。イラついで始まった途端勝負かけたなって思ったマジマジですか。ケータリングの答えは後で発表しましょう。もうちょっと先に今日はステージの話を今してるから、ステージ話してから。そう、それでなんかね、みんながね結構緊張してて、メンバーがで、今日はノイミーちゃんと大部屋で楽屋が、でもまあほぼねあんまりこうずっと一緒にはいなかったけど、もう何イコラブが行った時ぐらい、まあ入れ替わりみたいな、結構どっちかといったらステージにのいみーちゃんがちょうど立つ前ぐらいから私たちは入りをしてて、でまあ同じ楽屋だったんですけど、のいみーちゃんもめっちゃ緊張してたの。なんかそう、それであのスマイルガーデンのこうステージを見て、指原さんがこうイコラブのいみーそれぞれに、イコラブはここをもっとこうしたら良くなる、ノイミーちゃんはここをもっとこうしたら良くなるよっていうのをこう送って言ってくださってて、そうで、すごい昨日もあの褒めてくださったんですけど、でももっと良くなるようにアドバイスもあのくださって、そう、それでメンバーももっともっとここ頑張ろうっていう気持ちに24人みんななってたから、だからのいみーちゃんももっと緊張してたと思うし、イコラブもすごい緊張してました。でもみんな多分始まった、そのいみーちゃんのは楽屋でちょっと何人かメンバーで見てたんですけど、本当にみんなキラキラしてて、本当になんか24ガールズ一番最初やった時らへんが、まあでもティフがさ最初のデビューステージでのいみーちゃん1年ちょっと前ぐらいで、そっからの成長とかってやっぱすごいなって誰が見ても思うと思うし、それで私たちもやっぱ頑張ろうって思ったし、そうで私たちのステージの前に、そのもっともう今日はもう何、最初の4曲はもうバーってやって、最後の4曲はもう本当に元気に楽しくもうやろうってなって、そうすごいみんな気持ちはすごい一つだったなって今日のパフォーマンス見て思ったし、そう最後ライブ終わって楽屋帰ってきて携帯見たら石原さんから連絡が来てて、みんな良かったって、すごい良かったっていう風に言ってくださって、メンバーみんなですごい喜んでましたスタッフさんたちもそのイコラブの周りのスタッフさんたちも、もう今日みんなのパワーがすごかったって、みんなの笑顔がすごかったって言ってくださって、すごい頑張ったそう、すごいやりきったなって思いました。やっぱりそのホットステージはティフの中での
一番のメインステージだし、その本当に最終日のエンディングの前がももクロさんで、その前が私たちだったので、やっぱりここはめっちゃ大事だし、ラストいい形でももクロの皆さんにバトンを渡さないといけないし、でめっちゃね緊張して、ちょうどすれ違い、なんかももクロさんがねイコラブの名前を出してくださったってツイートを指原さんので見て、もうみんなでえーってなってて、なんでなんでなんでって楽屋でなってたんですけど、そうでもそうちょうど入れ替わりっていうかだったので、少しご挨拶させていただいて、そう暑か、もう私たちが汗やばかったから暑かったって、すごい優しいんですよ、もう本当にももクロさんいつもいつも優しくて、もうね本当に優しくて大好きです、メンバーみんな大好きで、そう最近なんかももいろクローバー Z ってやってくださるんですけど、その時にみんなメンバーもちょっとなんかこうやってやりたくなっちゃって、ちょっとあー Z あーってやってますそうすごいすごい本当にもうあれをね何回か生で見させていただいてて、すごい幸せですみんなちょっとやってるよこうやってっていうぐらいみんなすっごい大好きで、本当に本当にお優しくて、ライブ前だったのに、そうです。でも帰りもみんなもうやばかった、もうね汗やばすぎてやばいって言ってた、みんなはあはあ言ってた。なんかねスマイルガーデンの時にすごい楽しかったし、スマイルガーデンももちろん楽しかったし、こうイコラブまだまだ王道アイドルだぞっていう王道アイドルの曲もできるんだぞっていうのをねお見せできたかなって思うし、すごいスマイルガーデンはスマイルガーデンでめちゃめちゃ楽しかったんですけど、こう後からビデオを見た時になんか自分の表情とか、あもっともっとやりたい、やらなきゃって思って、なんか今日はなんかスマイルガーデンよりもっともっと頑張ろうってすごい今日心に誓ってて自分のねそれはパフォーマンスで、なんかダンスとかだけじゃなくて表情とかもっともっとなんだろう、普段より画面越しやから伝わりづらいなってやっぱり自分で見てすごい感じて、でメンバーみんなのキラキラな笑顔見てたら、あ私ももっともっと自分でできるって思って、今日はそれを意識していつもよりなんか笑顔アンナが多かったなって皆さんが思ってくださってたら嬉しいなって思ったし、そうなんかツイートのなんかなんだろうあれでそれを言ってくれてるファンの方いてすごい嬉しかった。そうでもさっきね帰ってきてちょっとだけまだ全部はなんか見れてないんですけど、その見てて今日の映像をすっごいなんかもうみんなの笑顔を見たらこっちもなんかあーって携帯の画面越しにこっちも笑っちゃうし、しかも自分がアップで映ってる時に自分がなんかあ自分どんな表情してるんだろうってすっごいなんか肩がふってなっちゃって、もう配信されてるからどうにもできないのになんかもう緊張しちゃってそれでもなんかメンバーのその笑顔とか見たらあーってなるし、こうなんだろう結構かっこいい系の曲でね、なんかサナのね眉毛がねこうやってなんかこうやって上がってるみたいなとこがあったんですよ。それでメンバーで見ながらキャーって言って最高とかって言ってみんなでなんかウインクしたらみんなで最高とか、めっちゃ笑顔の誰かがあったら最高とかみんなでなんか褒め合ってましたはい。そうでもまだ全部は見れてなくて、そう褒めて生きていくタイプなんで、そうなんです。そうでもなんかみんなのなんかねナータンがどこだったかな、
めっちゃカメラをここすごい、ここで見つけててすごいって思って、プロやなって思ったシーンとかもあったし、ミニアのウィンクとかも本当にそれぞれなんか、あ、ここの誰々いいっていうのがもうすっごい今日はいっぱいあった気がして、なんかメンバーとそのステージ中に目が合うのもそうだし、こうやって帰ってきてビデオを見た時にみんなの笑顔でこっちも笑顔になれたから、すごいなんか幸せでした。さっき見ながら、あ、誰誰、なんか君と私の歌のなんかとことか、すごいみんなの笑顔がなんかあってなって心を打たれました客観的に見て、普通になんか自分とかじゃなく、もうみんながいろいろ、そう、イコールラブ最後あたりのナータのカメラ目線が強かった。わかる、私もそれ思った。私にもそう、メンバーからメンバーの笑顔で元気もらってますあとね、瞳の私めっちゃいいと思って、あのね、部活の最初煽りやってるんですけど、今日瞳がもう、あの一連の流れの瞳が神なんですよ。アーカイブ見れる方もうここ何回も見てほしいんですけど、私めっちゃ可愛いって思って、もうなんかもう鳥肌立った、可愛すぎてっていうのが本当にいっぱいそれぞれみんなあるんですよ。だからちょっともうちょっとちゃんと見てまた語りたいんですけど、そう、もう本当に好きってなりました好きってなりましたそれぞれ本当にもうみんな本当にみんなの笑顔に私は本当に思う。ミリーニャもさ、ウィンクどこだっけ、あーあーのとこかな、違う、アイニージューのとこだとかあった、ウィンクとかしてたり、マジプロやな、大谷プロやなって思ったし花はもうね、もうああいうのプロなんですよ、本当にカメラプロなんで、大場先輩は。そう、でもリサはなんかもうどこを切り抜いても常にアイドルだし、うん、あとリサの髪型も可愛いし、そう、本当になんかリサってマジでなんかどこで抜かれててもマジで常に可愛い顔しててアイドルな、本当に、そう、本当に。でもなんか最近のキアラは可愛いだけじゃなくて、ちょっとこう大人っぽさもパフォーマンスの中に、踊り方とかもそうやし、なんかそういうところ、表情とかも、そう、私ね、キアラの結構ね、ズルズルとか、あと何の曲かな、今日で言うと、まあ、イラついとかはもちろんそうなんですけど、なんかそういう曲、手遅れとかの表情も好きだなって思うし、ナータンはマジでカメラを見つけるプロだなって思って、しかもね、もうどこだっけね、あれマジ天才って思ってね、思ったとこがあったんだけど、まあ、全部天才だからちょっと言いづらいんだけどそう、あと今日ナータンの部活の、 あの落ちサビっていうか D メロのとこと、大リリの落ちサビのところとか、あとズルズルもめっちゃもう良かったし、歌がマジで神だったし、そう、もうマジ天才って思ったし、そう、ナータン真ん中から左のカメラ見つけてた、それなんかね、1列か2列かになってる時にナータンだけこっちのカメラ、皆さんが見ていると左側かなからカメラ見つけてて、え、めっちゃ天才かよって思ったし、そうそうで、マイカはマジで、あの君と私の歌の好きよってイオリとさ、サナが世界で一番好きよっていうところで、こうやってなんかこうやってるやつがマジで可愛いのよ、本当に。もうそこでもちろんイオリとかサナも可愛いしあれだけど、そのこう抜けで撮られてるマイカがめっちゃ可愛くって、マイカってなった。わかる、ほら共感でしょ、そうなの、わかりみでしょ、そのあそこね、国宝級に良かったです、本当にそうマイカのくしゃがもう私は結構ね心にくるんですよね。
しかもなんかそのイラついでやっぱこう煽るじゃないですか。やっぱああいう煽りこなんかファンの皆さんも気合がガッて上がるっていうのはもちろんなんですけど、あの煽りは私たちメンバーの心もグッと持ち上げてくれるんですよ。そうだから最初のアタンとキャタンが煽って、最後はサナとイオリとマイカが追ってくれてるんですけど、なんかこっちの気持ちも高めてくれるから、本当に絶対になんかね、あの子たちならではので、毎回すっごいあの5人は練習していろいろ考えて、そのステージごとにとかいろいろねこう試行錯誤してやってくれてたりするしで、本当にありがとうって思う。そうマジであの煽りは絶対私には向かないからそうそう、それで今誰まで行った、マイカね、あとのんののね、部活中のね、あのチェッチャチャンチェッチャチャン、すっごいなんかもうコアな話しかしてなくてごめんなさいなんだけど、本当にじゃらじゃ僕はいてもたってもの前にあのこうやってこうみんなで走るみたいなとこがあるんですけど、なんかあそこののんのの走りの一生懸命さがマジで今日可愛くて、そうそれをね見てすごい私ははぁって思って、私なんかのんのの表情がもうどん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 、のんのの笑顔がどん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 よく、なんかもうさいいってなってて、それはなんか土原さんとかも言ってらっしゃってて、そう褒めてるんですよいつも。そうそれでなんかのんのってさあんまりこうあの笑うのはってさいつも言うじゃん。でも見たらもうね全然もう超最高な笑顔をしてるの、マジで尊いの。だからのんのって思ってもうなんか見てるこっちが泣きそうになってすっごい本当にそのんのの笑顔大好きだなって思う。まあみんな大好きなんだけど本当にそこが今日特に自分の中で、なんかもちろんさアップで抜かれてるところとかは可愛いし、それはもうみんなもちろんなんだけど、そのこうさりげないところっていうか、そういうところもなんか魅力の一個だなって思って、そうなんか泣けたそうで赤さたひとみかん、ひとみはもうさっき言ったんだけど、もう部活中のところが天才すぎたし、てか部活の部活中も帰り道もの歌とかもなんかマジでこうひとみ帰ってきてなんか歌のレベルがめっちゃもっとなんかもっともっと安定上手くなって帰ってきたなって私的にはすごい思ってて、そうあね、私1回ぐらいあるんですよ部活中も帰り道ものところ歌ったことが、なんか誰かとナータンと2人かな、まあ、なんか歌ったことあるんですけど、でもあれ1人なんかマジ難しいんですよ、あそこめっちゃ難しくて、そうでもなんか本当にさらっと歌って、やっぱさこう瞳ってさこういろいろと曲のさなんだろうテンポとか落ちたところ落ちサビを歌うことが多いし、やっぱ一人で歌うからめちゃめちゃプレッシャーだと思うし、私だったらもう本当にプレッシャーすぎてあれだし、なんか瞳だからできることだし、すごい、しかもそういうところを絶対に見せないし、でもしっかりとパフォーマンスする姿を見てなんかやっぱり好きだなって思ったし、なんか素敵だなってかっこいいなって思った。本当にそう、でもなんかあそこをもともとその瞳が住んでる時はナータンとかが歌ってたりしたんだけど、本当にねうまいのよナータンも、もうみんな本当にうまいのよしかもさこう音がバーってなってたらこっちもバーって歌えるけどさ、音が静かだとさちょっとさねもう緊張するやんか、それがさ本当にすごいなって思ううんですよ。だからもう今日のちょっと部活はねめっちゃ瞳のこと見ちゃった、あのビデオで。そうでさあ母さんたしょうこ、もうしょうこもね
常に笑顔でも翔子もしょこりさんは結構本当にいつ抜かれても本当にずっと笑顔で、なんか翔子のこうやって帰って楽しそうに踊ってる姿を見たらめっちゃ愛おしくて本当に可愛くて、なんかもうまあさ翔子はさこう合宿の時とかさこうなんだろう表情笑ってとかさいっぱいさダンスをとかなってるけども、そんな翔子はねどこにもないの本当に。もうね滝脇翔子はもう一人のプロの素晴らしい方なの本当に。なんか絶対表情とかにも翔子の自信がもう見えるし、本当にねなんかあんなにこうすごいどん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 成長って人間ってできるんやなってこういろいろとこうね元気を与えてくれる存在だし、どこでも全力で尊いって思うし、本当になんか翔子とここイコールラブのこれトゥル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 目があったじゃない、瞬きするのも惜しい瞬きって何人だ5人ぐらいが踊ってるとこがあって、そこ後ろでこうやってねやってるんですよ。そこで翔子とこでやるのが本当に好き好きですめっちゃ今日も寝て、もうしかもめっちゃ汗かいてんのそれでもお互いもうめっちゃ汗かいてるけどこれでやってるはい。そしてさーたーきわきいおりか、もういおりの今日のその手遅れのいつものさ落ちサビのどうかわかんのとこあるじゃんか、もうあそこをこうみんなで見てみんなでイエーイヒューとか言ってた、いいねって今日すごい鑑賞してる時にみんなで言ってました私あとやっぱ君と私の歌はいおりにとってきっと特別だし、なんかその表情って誰よりもなんか気持ちとか伝わるし、すごいなんかいおりの大きいステージに連れてってねっていうあの一言のいおりからのなんだろう重みとかめっちゃ感じるし、そう今日いおりさんおでこ出してたの、いや本当になんかいおりってねすごいなって、なんかもう好きになる気持ちがわかるよ皆さんの本当になんかよりは絶対そんなことないよって言うけど、確実にねこの私たちのパフォーマンスとか表現力とかいろんなとこ引っ張ってくれてると思うし、なんか本当にそのギャップ燃えますよね、ののちゃんも燃えていますよそう本当にいおりさんはね謙虚でございます、マジで。だからたくさんたくさんメンバーのことを皆さん褒めてあげてください好きって言葉は嬉しいんですよそう。そして最後に諸橋プロはもう諸橋プロなんですよ、大場プロと一緒で、いやもういっぱいプロいるんですけど、なんかサナもなんか表情とかなんかねなんだろうねあっていうその一瞬のこの一瞬でなんか心を打たれるんですよ。しかも今日はサナおでこを出してたので表情がいつもよりもっともっといっぱい見れて、そう切り替えがね諸橋さんもねめっちゃプロだなって思います本当に。そうねなんかお姉さん感のあるプロって感じ、なんかちょっとお姉さんの余裕を感じるやっぱサナって。そうなんかさそれ今日だけじゃなくって、例えば前のカメオの何例えば収録とかテレビとかの収録の時とかもこう見ててなんかサナってすごい余裕を感じるんですよね。そう余裕じゃないんかもしれんけどなんか見せ方とか上手くてすごいなんか大人の余裕を感じて、私にはまだないなって思ってめっちゃ尊敬してます本当に。
あのね、多分ね、イコラブみんなね、心の中は余裕じゃ全くないんですよそういうメンバーだから、イコラブってそういうグループなんですよ。出番前までみんなでやばいやばい、背中叩き合って、なんか最後背中叩いてみたいな、もうねずっとそわそわしてるんですよ。オーバーチュア中も、オーバーチュア中もみんなでそわそわしてて、そうなんか待って待ってみたいな、なんかもう絶対にいろいろ頭に入ってるのに不安になっちゃって、ふわーってなるのに、イラつい始まった瞬間みんなこんなすっごい堂々としたドヤ顔で登場していくから、すごいなって思うそう本当に。あ、山本さんの話ですか。自分は自分では何もちょっと分かんないです分かんないというか喋りたくないですそう、なんかマジで切り替えがやばい。オーバーチュアの時の私たち見てほしい。よし大丈夫、よし大丈夫、私は大丈夫、はい、イコラブは可愛い、よしイコラブはできる、イコラブならできるってみんなで言い聞かせて、でそういう時になんか、まあ、例えば元気な曲からだったらイエーイっていう気持ちで言っていいんですけど、今日とかはもうイラついからだから、もうそんな気持ちはもうステージ行った瞬間にポンって感じですそういうよく言うよ、なんかみんなでお互いにもう可愛いよ、可愛い、うん可愛いから大丈夫って言って言い聞かせるんですよ。そうみんなで自信をなんか持つために言うんですけど、お互いを可愛い可愛いよ、イコラブならできる、私たちならできるってみんなであれしてます。自己肯定してますステージ前に。でも今日はなんかエンジンがあのサイド両サイドからの登場だったのでできなくて、でもエンジンはどうしてもしたかったので、なんかもうしかもオーバーチェア始まるまでもうあと何秒ですみたいな感じでやばかったの。でも本当に時間がなくて、だからあのエアーエンジンやるよーって言って、こっち側でこうやって、こっち側でこうやってちょっと絵になって、すごい離れてんだよ、ステージ分離れてて、こっち側でよしじゃあ笑顔で頑張りましょう、いきます、せーの、イコーラーブってこういうエンジンを今日しました。エアーエンジンしました。でもうこっちはこっちで背中を叩き合ってみたいな、よしよしできるとかって言ってました。なんかもうスマイルガーデンをやった日から、スマイルガーデンは結構可愛い系の曲でが多くて、そうそれであのカチューシャだったので、まあ今日も本当はカチューシャだったんですけど、でまあおろしと今日はポニーにしようっていうことは決めていたんですよ。そうだからあのポニーテールにして、でいつもはカチューシャなんですよこの衣装の時は、なんですけど、あの瞳が今日はストレートおろしであのつけるとこがないので、瞳はこれを、なので瞳もなんかカチューシャつけてみたいって言ってたから、じゃあ今日交換しよっかってなって、二人で髪飾りをチェンジして使いました。そうやばかった、本当に今日汗がもうほんまに止まらんすぎた、やばかった。しかもなんか衣装をねどうしてもこうチェンジをしたくて、あんまりそういうさグループさんいないかなって、わかんないけどね、だから少しでもなんかこう30分の枠でどれだけイコラブの良さを、それはパフォーマンスとかメンバーとかだけじゃなくて衣装とかいろいろ伝えたいなっていうのもあるから、そうだからなんか先生とかそうマネージャーさんたちとかもみんなやっぱこの衣装で脱ごうっていう風になって、でねめっちゃね脱ぐのがでもあれめっちゃ大変なんですよ、めっちゃ今日脱げなくてやばかった。そう汗かいてるからひっつくんですよ手に、ここら辺に、それで頑張ってね引っ張ってもらって脱いでました。実は裏で、そう汗が
可愛いんですよ。もうなんかゴージャスだから、めっちゃゴージャスで、そうすごいなんか、うん、でもちょっと衣装負けしないと、衣装負けしないようにしないといけないなっていうのはすごいありました。衣装が本当にこう、昨日一昨日はすごいキラキラアイドル衣装だったから、それこそそっちの負けないように、衣装に負けないようにキラキラアイドルに自分たちがなりたいって思ったし、今日はすごいかっこいい衣装でマジで豪華な衣装やからその衣装に負けないようにしないといけないし、でもなんかその衣装のおかげで力がつくしとか、なんかね、いろいろあります。何ハートタワーって、え、あ、違うわ、普通のタワーか。待って待って、友がずっとハート送ってくれてるありがとうございます。何何ハートタワーって何、待って、普通のタワーは誰、あ、さしなゆいさんだ、ありがとうございます。さしなゆいさん見てくれてましたか、ステージどうだった、ハートかける1、10、読めないなに、ハートタワーって初耳なんやけど、さしなゆいさんありがとうございます、ありがタワーです、たらー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがタワーです。眩しいすぎるよ、っていう感じでパフォーマンスの今日の裏話でした。裏話じゃないけどでした。はい、ちっちゃくちゃちっちゃくちゃ、でもなんかもっとこう今日よりレベルアップしたいなってもちろん思うので、なんか個人のパフォーマンスもだし、なんかグループ全体のパフォーマンスもこうみんなでもっと頑張りたいなって、今日のステージ見てやってとか、昨日かなスマイルガーデンの時からすごい思ったんだけど、頑張ろうって思ったのでまた頑張ります。頑張るしか言ってないけどケータリングの正解を発表したいと思います。はい、ケータリングの正解はですね、まず4個言ったじゃないですか。で、まあ4種類あったんですよ。で、私が言ったのはカレー、三色丼、唐揚げ丼、そば飯の4つ言ったんですよ、昨日ね、予想したんですよ。で、今日のご飯は、正解は、ちょっと見る、カンニングします。うん、今日写真を変えてきたから。ちょっとカンニングしますね。どこでカンニングできる？あった。シュリンプタイカレー、照り焼きチキン。のなんか七味マヨソース、中華丼、肉味噌ジャージャー麺の4つでした。ということでカレーが1個当たりました。カレーだけ当たった。でも私唐揚げ丼って言ったんですけど、多分お昼が唐揚げ丼みたいなやつだったらしいです。そう、お昼あとなんて言ってたかちょっと忘れちゃったんだけど、そう、その4つでした。はい、夜メニューが、一
コラブは結構肉味噌ジャージャー麺が人気だったかな一番。確かね。そんな感じです。やっぱね、そうなの、カレー系とお肉系と丼系と麺系があるの。私やっぱそれは当たるわ。で毎回でも結構そういう感じなんだ。なんて言ったってティフ7年目だからなんて言ったってティフ7回目だから、7回これ経験してきたからジャンルはそう正解。ティフ大好きやん。あ、はティフ大好きです。なんかね、ティフをするとね、ふうっていう気持ちになる。そうで、なんかライブ終わった後にでも、そのご飯の気分じゃなくて、今日はライブ、今日ね、ライブ前全然何も食べてなくて、そう今日朝にヨーグルト食べて、そこは何も食べずにライブしたんですよ。レモンティーは飲んだけど、午後のこう午後ティーのレモンティー飲んでたけど、それ以外は飲んでなくて、あ、食べてなくて、そうでライブして、そうあのね、食べたら嫌なの。ちょっとライブ後に食べたいって なるから、そう食べたいってなるっていうか、なんかライブ前あんま気分じゃなくて、全然お腹空いてたけど、そう全然大丈夫、そうめっちゃ元気そうでもメンバーみんな、その今日は6時からだったじゃないですか。そうだからみんなね、多分食べてないっていうか、その夜のそのさっき言ったご飯たちは食べてなくて、みんなでライブ終わったら楽しみにしいとこ、じゃあじゃあ麺とか言いながら楽屋を出ましたそう、そう、それで帰ってきた瞬間に、あの食べようと思ったんだけども、だけどちょっと食べたんだけども、だけどジャージャー麺を、まあ、アイスが食べたくなっちゃって、そうメンバー何人かで半分以上いたなぐらいで、なんかアイス買いに行こうってなって、スタッフさんにアイス買いに行きたいって言ってアイスをおねだりして、アイスを買いに行って、そう、それでもうね、ダメだったの、もう冷たいものを入れないと無理で、それでスタッフさんも食べたいからいいよって言ってくださって、そう行って、そうみんなで食べました。そう、それでなんかいろいろあったんだけど、アンと、そうアンとね、サナとひとみの3人がその選んで、いおりのやつをね、初めて食べたんですよ。そうようやく食べれて、そういおりさん売ってたの。そう売っててすごくない？だって何種類ぐらいあった？ハーゲンダッツが結構何種類かあって、あとはなんか、あと何があったかな、ピノとか、まあその他もろもろが、言うてコンビニとかより全然少ないですよ。何、あの種類がコンビニとかより少ないけど、その中になんとゆりさんが売ってたんですよ。だからもうわーってなって、そう飲んのはあの一昨日食べてた。そう通算16本目、やばすごそう、それででもなんか初めて食べたんですよ。めっちゃ美味しくてビビった。ずっと食べたかったけど売ってなくって、やっと食べれて、そうでもいおりがめっちゃ喜んでた。なんか私たち3人がこうやっていおり買ったよーって、いおりにしたよって言ったら、いおりがなんかすごい喜んでて可愛かった
だからよいさん写真撮ろうって言って撮らせてって言って撮りました。ね、本当に美味しかった。なんか想像の100倍美味しかったからめっちゃ美味しかった。美味しかったしか言ってないけど、だからまた早く買いたいんだけどさ、もっともっといろんなとこで売ってほしい。タワー読む、タワー読みます。レグルスさん、タコツアンかな、タコツアンとレグルスさんありがとうございます。ごつあんさん、いつも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 ありがとうございます。タコタコタコツあん、なんでタコツあんにしたんですか。レグルスさん、レグルスさんはいおりさんのアフォガード食べましたか。レグルスさんありがとうございます。ありがたわです。早く寝るんだよレグルスさん。ありがとうございます。あのね、アフォガードはね結構コーヒーなんだよ。でもね、あん苦いのとか苦手やんか。でも全然食べれて、そう、瞳に、隣が瞳だったんだけど楽屋でね、それでなんか苦くない大丈夫とかってわざと言ってきたから、苦くないしって言っといた。まだトモがハート投げ続けてくれてる。なんでトモ今日ずっとハート投げてくれてんですか。可愛いんだけど、トモずっと飛んでるよ。タコと富士山かいねがずっと飛んでるよ。ありがとう。指疲れない、手疲れない。一番狙ってますって。もう気持ちが届いてるよ。ありがとう、ありがとう。でもまあ今日アフォガードを食べ、アフォガードを食べたんですけど、ちょっとまだお腹が空いて、なんか今頃お腹が空いてきてしまったからどうしようっていう感じです、感じです。ちょっと待って、なあたんからあんなあんなあんなってラインが来たからライン返した。なんか今日のイコラブとノイミーちゃんのステージを見て、24ガールズに行きたいなって、行ってみたいな、気になるなって思ってくださった方がいたらいいなって思いますね。でもなんか TIFF は、まあ、今回はね、そのまあ話を戻すとオンラインでのこう開催だったんじゃないですか。なんかね、やっぱ最初は聞いた時にすごいやっぱ寂しいなって思ったし、なんか醍醐味、いろんな TIFF の醍醐味がないのが本当に悲しいなって思ったし、私的にはなんならこう外のイベントで自分的には一番好きでなんか大事で、もちろんいろんなイベント大事やけど、やっぱりコラボにとって
お披露目のデビューステージだったっていうのと、うん、なんかあとティフってそんな簡単に出れるもんじゃないなって私は思うから、その昔からティフに出るためにあもう頑張ってたし、なんかティフのなんだろう、ティフに出れるためのオーディションみたいなのをなんかスクールでやってたりもして、なんかそういうこともあったから、うん、なんかティフへの思い入れが結構私的にはあって、なので毎回こうやってグループとしてティフに出させていただけて、ホットステージに立たせていただけることがすごいありがたいことだなっていうのは本当にすごく思うし、なんかいつもティフって本当にね、いろんなスタッフの皆さんとかのいろんなね、もう本当にどのステージ、いろんなステージが同時に開催されてるってことは、本当にいろんな、本当にたくさんの人数の方のね力が必要だから、そう本当にねそこは感謝だなって思いますね。でファンの皆さんもやっぱなんかオンラインかーって、もうしょうがないって分かっててもさ、やっぱりこう生で見たいなって、やっぱりライブって生が一番っていうのはすごいみんなそうだと思うから、なんかうーんって最初は思ったかもしれないけど、でも多分いろんな企画をね考えてくださってたり、オンラインならではの演出だったりとか、こういろいろとこうマイナスなことだけじゃ全然なかったんじゃないかなって、終わってみたらプラスなこととかもなんか良さとかもいろいろあったんじゃないかなって思うので、うん、すごい思い出のオンラインだったなって思います。 TIFF オンライン2020はもう1回しかないと思うから、そうだから来年は普通にいつも通りに開催できたらいいなって思うし、開催できることをもちろん願ってるし、またイコールラブが呼んでいただけるようにこの1年またみんなで頑張っていきたいなって思います。でも本当に全然今年はアイドルさんとのあれとかも本当になくって、ずっと楽屋にいたのでみんな結構基本ね、だからなんかねご飯のところがいつもと場所が違ったんだけど、そのご飯のところにもうね山ほどねアイドルさんがいらっしゃるのよ。いつもはもうねもうねアイドルばっかりいるの、そのご飯の前ってどの時間帯も基本だから、なんか不思議だった、そんな光景がないことが。この6年間はそれをずっと見てきたからすごい不思議だったプリクラ機あったんだけど、今年はイコラブはね撮ってない。そうなんか多分人数制限があったりしたんだけど、でも何人かずつでも今年はね撮ってないんですよ、撮れてないけど。そうだからその2019年に12人で撮れたねこの TIFF は、あちょっとみんなにこのこれは大切な一枚だなって。衣装でプリ撮ることなんてあんまないからさあんまないっていうかほぼないじゃん、すごいよね。だからティフでこんな撮れるなんて、衣装で撮るグループ衣装で撮れるのなんてティフぐらいしかないでしょ本当に。だからこの一枚を大事に、一枚じゃないけど大事にしたいなと思いますかな。皆さんの感想もたくさん聞きたい。今日もプリクラ機あったけどね撮ってない。やばい、インスタも更新しようと思ってたのにさ、もう10時だ、もう10時だ。
頭がポーっとしてくる時間さすがに明日何時に起きるやろうか、明日何時に起きるやろう私。でも明日は私あれだね、イコタイムがありますっていう話をねするかな、サナツンとあるのでぜひ皆さん見てください。明日イコタイム休みなの？え？イコタイム休みなんですか？え、わかんない？見よう。あるよね。イコタイムよね、明日って。タイムですよね、え、イコタイムだと思ってたよ私は勝手に。あ、マイカが休みと言ってるはそういうことですね。なんだびっくりした そういうことね、そうやって書いてよ、マジで焦るやん。かぼちゃにいるし餃子も作るんだ、明日休みだからだそうです。はい、焦りました。私はコタイムとかあるので頑張ります。焦った。あ、まつりちゃんお誕生日おめでとうございます。さっきから見えてます、あの話の途中ごめんね、ファンの皆さんがいっぱい言ってくれるのは気づいてる、話が全部ちょっと終わってから言いたかった、あのティフのだからごめんなさいまつりちゃんありがとうございます。違うよ頭私やばいありがとうございますおめでとうございます間違えたおめでとうございます。何歳になったの？マジ頭回ってないね。私って絶対右肩上がり、右肩上がりになる字が、特にこうやって書くと。おめでとうございます、ハッピーバースデー HBD ハピバHBD TIF みたいに言いたくなっちゃうんだよね。スクショした、しちゃうからスクショしてください。誕生日おめでとうございます。コラブと一緒に幸せな一年にしようね。ねん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 。D I F TIFF 東京アイドルフェスバル。あの音大好き、わかる？なんか東京アイドルフェスバル。トゥルトゥトゥトゥルルル。It's showtime みたいなやつわかる？東京アイドルフェスティバル、なんて言ってんだっけ、あれ、あの音楽聴くとめっちゃティフやって思う。始まる前のオーバーチャーの前のさやつ、ティフ、ティヒ、 THI 派、 TIF 派、どういうこと、どういうこと、ティフ以外わかんない。ティフわかんない。 NEXT IDOL、 そう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 、 You're NEXT IDOL。 あの声、あのね、なんかもうティフだって感じする。
トラガス開けたって、うん開けてるよここでしょ、ここでしょ、開けてる開けてる。今日見せてきたよののがこれなんだか、これ私があげたのって、よりの耳を私に、なんかあそう可愛かった可愛かった、プレゼントしたって。もともとその話を聞いてて買うんだって、だからそうなんだって言ってて、したら今日だったかな、見せてくれましたよ。可愛いでしょ、二十歳なの、まつりちゃん、それはそれはめでたいじゃん、成人じゃん、おめでとうございますこれ22だ、やばいお腹空いてきちゃった、ちょっとマイカかぼちゃくれんかな、餃子くれんかな、ちょっと届けに来てって言っといて、お腹がすく食べたい。あのね、知ってるんだよ、こうやってめっちゃ動いたからね、食べなければ痩せるってこと知ってるんだけどさ、お腹がすいたんだ。ウーバーイーツ私したことないの、自分の携帯でできないの。皆さん、ティフが終わってほっと一息ついてる暇はないんです。24ガールズに切り替えなければなりません。イコノイちゃんたちはそうだから、ティフが終わるまでティフにあれだったの。そうでもティフ終わったらもう24に向けてが始まるので、そうそうなの、そうやばいの、これからね、終わったティフ終わった、はっハッピーみたいな、よっしゃーやりきったぞハッピーって感じじゃないんですよ。やりきったぞハッピーからのっていうそうだからもう今から7枚目だ、ん7枚目のスペシャルのやつがあるんですよ。そうプラスあるから24がね、やばい、だから頑張んなきゃ。え 8?7 でしょ8まだ発売日決まってないよ明日告白しますってコメントが来た、頑張ってください応援してますなのでまた明日からは気持ちを切り替えて、ティフはお疲れ様でした、また次はまた来年も素敵に開催されますようにと願い、次に行かなければなりません。ということです。終わろっかな、そろそろ。みなちゃん待ってます。大学の合格発表、緊張するね、それは。でも本当に、でもどんな結果であれ自分を責めたりするのはダメです。でも私は信じてますよ、応援してます、祈ってます祈ってる。終わろうっと、順位読もうっと。13位がユーシスさん、12位が MKT さん、11位がさくらさん、10位がゆかりん、9位が人生じいちゃん、8位がいとこんさん、7位が加藤ですさん、6位がてつ、5位がたかひろさん、4位がレグルスさん、
3位がとも、2位がたこちゃん、1位がさしなゆいさんです。さしなゆいさんとたこちゃんとレグルスさん、タワーありがとうございます。そしてとも、ハートタワーありがとうございます。皆さんありがとうございます。ランダムは3人、1人目たからさん、2人目エンドアさん、3人目カズヤさん、4人目ブラッククーマンさん、5人目矢坂琴羅ちゃん、6人目ココちゃん08さん、3終わりかな、こんぐらいかな。ということで皆さんありがとうございました。ゆいさんがショールームやスタートしたみたいなので、ぜひそちらに行ってください。それではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ、おやすみ、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ、とボール弁当箱、バイバーイ。